さよさん、第276回 TOEIC L&R 公開テスト、感想を言ってみたいと思います。私が受けてきたフォームでございますが、こちらパート1の1枚目の写真ですね。傘を持ってる女性のフォーム、そこに関して言ってみたいと思います。そして今日初めてお会いする方ですね、実はほぼ毎日ですね、毎朝英文法の動画を上げております。で、そこでお伝えしている情報、どれぐらい的中しているのかですね、そういったところも含めてパート5のところからお話をいたしますね。で、難易度でございますが、標準レベルが 85% で、やや難レベルが 15%、いつもと比べるとちょっとやりやすかったかなという印象でございます。と言いますのもですね、もう文法項目出たものがですね、もう定番問題と、名詞、形容詞、副詞、そして受動態、格ですね、で、接続詞、フォワー、そして前置詞、トゥワール、そしてオン。で、熟語で、知ってる知ってるってやつは、be famous for。で、そのあたりが立て続けに出ておりましたので、解きやすかったと。で、一方、前のこの動画でお伝えしている情報で、ちょっとレベルがやや高いかなっていう問題。それはこちらでございます。現在完了形と併用する表現。それ、since と recently。皆さん、以前までは recently を見たら、過去時制と併用しますよ。TOEIC ではその時代が長かったんですが、2021年度になってからですね、やはり現在完了形と併用、もう過去時制と併用しますよというのがなかなか最近は出てこないと。そして in order to finish、これがおそらく正解のはずなんですが、その空詞の右側がですね、動詞の原型、これ分かればすぐ in order といけるんですけども、この動詞の意味をご存じないという方も実際いらっしゃるんじゃないか。で、ちょっと時間を浪費させる問題、非常にいい問題がございました。ですから動詞が分かっていると一瞬、そして皆さん、この動詞が入るんですが、後ろ A with B という形を取る動詞、もちろんそれ4つの選択肢の中から選ぶんですが、そうです、 equip、 金のフレーズをお持ちの方多いかと思いますが、載っておりましたということでしたので、このあたりも含めて明日以降、今度10月3日受けられる方いらっしゃるかと思いますが、そこに向けて動画を毎日配信していきたいと思います。で、初めてお会いする方ですね、動画、毎日投稿しておりますので結構な量なんですが、どこから見たらいいですかという質問をいただきます。それも新しいものから古いものを遡っていただけると OK ですからね。ということでパート1に戻します。で、レベルはこんな感じでございました。ややなんともちょっと言い過ぎかなという感じでございましたので、もう6問とも標準。ただちょっとややなんとしたのは、こういう問題が出ておりました。人の描写と見せかけて背景に注目させる、ありっちゃりなんですけども、これが分かっとかないとですね、悩んでしまうと。ですからこういうことも起こるんだということの再確認でございます。で、パート2もほぼほぼいけるんじゃないかなというレベルでしたね。で、パート3、4も比較的解きやすかった、そんな印象でございます。で、その理由が皆さん、速度なんですね。もうパート3解き始めても、ある意味びっくりですね。しばらく 1.0 倍差が続きました。いつ早くなってくるの、いつ早くなってくるのかなと思って、なかなか早いこと喋ってくれません。ちょっと間延びしたしました。で、パート4の方はいつも通りと。で、これは倍速は公式問題集7を基準にしております。ですから 1.0 倍速で喋ってくれる機会ってそうそうないですからね。ですから今日はたまたまのサービス問題ということでよろしいかと思います。そしてパート6はいつも通り、で、パート7もいつも通り、公式問題集7でいうと、テスト1とテスト2の間ぐらいの難易度。ただやっぱり解きながら思ったことがございます。TOEIC に対して初級者、中級者の方が、この辺大丈夫かな、ミスってないかなと思いながら解いたんですが、ミスにつながりそうなのは、人物をしっかり把握できているか、誰から誰に向けて情報が発信されているのか、そしてこれはいつも言ってるんですが、時制、つまり本文中では現在完了、もうすでに起こってるんですけども、選択肢見たらほぼ同じ内容が未来時制で書かれてる。まだ起こっていないからそれは罰になるんですが、そこを見落としているとですね、思わずその選択肢が正解に見えてしまうと。それは皆さん、向こうの手口でございますので、10月以降も要注意。そして初級者、中級者に多いのはこれですよね。これなかなか正解が見つからないですということは、意外と設問の指示に従ってない可能性がありますからね。ですから設問の指示に該当するところがちょっとずれてると、ちょっとずれただけで正解見つからなくなりますからね。ですからこの3点ぜひお気をつけください。ということで10月以降も頑張りましょう。